マルコ・アール・エストラーダは、メキシコ合衆国ソノラ州、シウーダー・オブレゴン出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、エストラダ・ビエン。メキシコ北部のソノラ州で生まれ、6歳の時に、家族でアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフェルナンド・バレーに、移住。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校に進学した。 ワシントンナショナルズ時代2005年の MLB ドラフト6巡目で、ワシントンナショナルズから指名され、入団。2008年8月にメジャーデビューを果たすが、不安定な投球が続き、メジャーには定着できなかった。トリプル A 級ナッシュビルサウンズ時代2010年2月3日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。シーズンでは、肩を痛めたこともあり、メジャーとマイナーで、 合計14試合しか登板できなかった。2011年はスプリングトレーニング中のオープン戦で高騰し、ザック・クレインキーが復帰するまでの大役として開幕ローテーションに入った。クレインキーが復帰した後は主にロングリリーバーとして活躍し、自己最多の43試合に登板した。2012年はクリス・ナーブソンが故障で離脱したため、 代わりに先発ローテーションに入った。シーズンオフにブルワーズと195万5000ドルで1年契約を結んだ。2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。2014年11月1日にアダム・リンドとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2015年は年間通じて先発ローテーションに 入って投げた。規定投球回に達し、いずれも自己記録を大幅に更新する13勝、防御率3.13を記録し、大ブレークを果たした。また、前年比で約30.0イニング増えた一方で非本塁打の本数を減らし、ホームランを浴びる割合を低下させた。オフの11月2日に FA となったが、13日にブルージェイズと2年契約を結んだ。 2016年は前半戦で16試合に先発登板し5勝3敗、防御率2.93、被打率173という好成績を残してオールスターのメンバーに選出された。レギュラーシーズンでは29試合に先発登板し2年連続で規定投球回に到達。防御率3.489勝9敗と惜しくも2年連続2桁勝利とは、 ならなかったが、ここ4シーズンでは最高の脱三振率8.4をマークするなど、一定の成果も残した。2017年開幕前の2月8日に、指名投手枠で第4回 WBC のメキシコ代表に選出されたが、合流することはなかった。2018年10月29日に FA となった。2019年1月25日に、 オークランドアスレチックスと1年400万ドルの契約を結んだ。8月20日に自由契約となった。真上から振り下ろすオーバースローから最速93.6マイルパーワー、平均88マイルパーワーのフォーシームと平均87マイルパーワーのカッターの2種類の速球を中心に決め球である平均77マイルパーワーのチェンジアップ。 平均 77mph のカーブを使用する。カッターは2011年から投げるようになったが、同年以外は1シーズンに数球投げる程度だった。2016年からは、再び大投げしており、速球の3分の1を占めるようになった。また以前は、ツーシームも投げていたが、2011年をピークに徐々に少なくなり2014年以降は使用していない。 かつては脱産信率が高いものの請求難だったが、近年では請求力が大幅に改善され、予死休率が例年2点台と高水準をキープしている。一方で、休息は年々低下しており、2011年の平均休息は時速 147km だったのに対し、2016年は時速 143km となっている。 またそれに比例するように三振能力も低下しており、投球イニングとほぼ同数の三振を奪っていたが、2014年は脱三振率7.59、2015年は6.51、2016年は8.44となっている。2016年までにおけるメジャー通算の FB% が48%と高く、これに伴って基本類打も多い。2014年には、 リーグサイトの29本を起死しており、メジャー昇格後は一度も基本類打率1.00を下回ったことがない。ありがとうございます。